はい、戦国武将紀行上杉景勝公、こちらは春日山城のですね、上杉景勝屋敷と呼ばれているところで、遺構についてですね、お城の方で話してますのでご覧ください。まあ、上杉景勝公といえばですね、まあ、上杉謙信公の、姉、先導院の、子供ということで、まあ、元は同じ謙信と同じ、長尾氏ですけど、上田長尾氏という、方ですよね。そちらの氏族の、子孫の方になります。ですから、まあ、今でいうと六日町ですね、六日町市、まあ、今の南大沼市っていうんですかね、まあ、六日町っていうところがあったんですけど、そこに、まあまあ、主力というか、お城も、まあ、お城もあってですね、そちらの方の出身と、まあ、上田っていうとちょっとね、勘違いする方もいますけど、上田の庄っていう場所でしたんで、上田長尾市っていう、越後の国もですね、長尾市がいくつかあってですね、その守護代という地位ではあったんですけど、いくつかにちょっと派閥ではないんですけど、同族で争っていた時期もあってですね、まあ、その中でその、まあ、謙信公の父の長尾為景という方が、まあ、特別異質だったというか、まあ、統一したというか、反対する者を皆殺しにしたと、いうことで、まあ、為景公についてはまた別で話してますんで、その謙信公の後を継いだですね、この景勝公、どうしてもね、まあ、養父なんですけど、養子なんですけど、父が偉大であるとですね、まあ、武田信玄にしてもそうですけど、まあ、なかなか苦労が絶えなかったという方のようですよね。まあ、たまたま直江兼続と、まあ、樋口与六ですよね、小姓でつけられて、まあ、非常に才覚のある方だったんで、その方の補佐を受けてですね、まあ、豊臣政権下では、五平の一人になったということで、まあ、本来は長尾上杉と呼んでもいいのかもしれませんけど、その上杉の加盟とともにですね、まあ、越後からちょっと移って2年ほど会津に移るんですけど、その後関ヶ原で負けて、米沢にと。ですから景勝公の墓所も、まあ、米沢にあるという感じで、まあ、引っ越ししてるんですよね、全部。謙信公もそうですけども、まあ、基本的に江戸時代長かったですから、まあ、米沢藩が、まあ、いろいろ史跡とか多くてですね、景勝公もあちらにいらっしゃると。春日山城のこの屋敷はですね、ですからお立ちの乱の後に、まあ、こちらに入ってですね、まあ、春日山城の主となったということですから、そんなに長くはないですよね。だからもう越後に移るって話は、要するに秀吉の時に、建てられた、まあ、どうやら石田三成が関わってるみたいですけど、会津へ引っ越しと、まあまあ、たまたま隣の国だったんで、まあ、大きな混乱もなく引っ越しはしたようですけど、まあ、家臣はともかく、民衆、農民とか町民の方を全て連れていくっていうのはそれは無理ですから、どうしても越後とは切っても切れない上杉家ということで、長尾氏もそうですよね、かなり長い間に根付いている国ですから、まあ、いろいろそれはいきさつはあるんですけどね、景勝公がこちらにいた時期はちょっと、この春日山城の主としていた時期は少し短いんですけども、まあ、こちらの屋敷跡ということで、まあ、王子をこう忍ぶしかないんですけどもね、まあ、今日は謙信公祭ということで来てますので、はい、戦国武将、謙信公の偉大な謙信公の後を継いだ、上杉景勝公の屋敷跡でした。